怪獣ブー映画ブームは20年続いた一つの作品がこんなに長い間子供文化の中心に至れというのはまあないっていうふうに話したんですよね。まあ例えばそれに対する反論としてポケモンだって20年ぐらいやってるぞリードしてるぞっていうまあそういう意見もあるんですけども、まあ、でも実はですねポケモンというもものの自体も怪獣ブームの 影響下にある作品なんでもともとの第一作の初代ポケモンのコンセプトっていうのは一応怪獣テレビというジャンルのウルトラセブンの中に出てくるカプセル怪獣カプセルの中に怪獣が出てきて「いけミクラス!」って言って投げるとそれあの自分の代わりに戦ってくれるっていうですね、まあ、それをですね冒険 RPG にしたもんですし機動戦士ガンダムのです、ね、ブームを作ったガンブランムあれもですね 怪獣ブームの影響があるんですよ。何かっていうと主役のガンダムよりもなぜか敵のモビルスーツのプラモの方が売れるっていうのがこれが当時のニュースにもなってこういう広がりがガンダムブームを作ったんですけどもこれはウルトラマンの時の,そのブルーマークとかの怪獣のソフトビニールのフィギュアの売れ方とそっくりなんですね。あの怪獣ブーーーーームっていうのもスーパーヒーローののも、も、スパヒロウルトラマンのフィギュアよりも 怪獣のフィギュアがいっぱい売れたそっちの方が人気があったこれがその人気をですね広がるポイントになったわけですね怪獣とい一つの概念が生まれ広まってそれがいろんな番組を作っていてその中で子供文化をリードしていたというそういう状況というのはやっぱり未曾有だったと思います、えー、怪獣部ーム終わった理由ちょっとまとめてみましたこ,こっちにまとめたんですけども基本的にですね巨大な怪獣が戦うっていうですね絵の痛快さはまあ、マジンガートに奪われてしまった でお話のスケールやロマンみたいなものは宇宙戦艦ヤマトに追い抜かれたで教室でごっこ遊びをする楽しさは仮面ライダーとか戦隊ものに追い越されてしまった、まあえー、なのでですね最後のですね、後期のゴジラ作品ですね最後でもないですけど後期のゴジラ作品ですね1973年の「ですね、ゴジラ対メガロ」はもう本当にひどいって話です、ね <laughs> まああのまとめで話してたんですけども最後まで見てくれてありがとうございます。 チャンネル登録もよろしくね。